これでナルグランデのクーズのかけらは2つ、一応半分よね。そうね、けれどその残り半分が難題だわ。隔離に落ちちまったってエキドナも問題だが、アレスだかいう青少女に至っちゃどうすりゃいいのかすらわからねえからな。あの人によって青少女から還元されてしまったなら、正直に言ってお手上げね。青少女は星の力で己を形作っているの。そして B 君の力は青少女から星の力を切り離して回収するもの。そうすると残るのは青少女の元となった存在だけだわ。概念か現象か伝説か信仰か。青少女アレスの核になった存在がそういう形のないものだったなら、もう私たちには干渉する術はない。けれどもし青少女アレスに接触さえできれば、まだ希望はあるわ。星の獣が結ぶ契約はちょっとやそっとじゃ失われないくらいとても強いものだもの。なあ、お前体は大丈夫なのか？無理すんじゃねえぞ。なんとかって、でもすげえ顔色悪いぜ。おっと、お疲れ様。うまくやってくれたみたいね。紫の騎士、あなたいつの間に。大丈夫、肩貸して、私支えるから。いや、ありがとね、本当に。おかげさまでね、この島はなんとかなりそうよ。ただちょっとね、無理させちゃったみたいだけど。やれやれ物分かりが良すぎるよ君は。あ、僕ね、子供がいるのよ。そう、君くらいの年の子。いや、もうね、思春期真っ盛り。二言目には臭いだのなんだのって。でもこれが僕にとっては目に入れても痛くない大事な大事な宝物でさ。だからね、君が空のために戦ってくれることには本当に感謝してるのよ。でもね、今の君はちょっと力を持ちすぎだ。世界の平和なんてものは一人で守っていいものじゃない。できるとしてもやっちゃいけない。おいおいおい、いくらなんでもその言い草はねえんじゃねえか。
俺たちにも事情があったとはいえよ、ガネーシャを沈めるのはあんたからの頼みでもあったろうが、それをやり遂げた矢先に力を持ちすぎだなんだってのはチートばかし筋が通らねえだろう。いやね、気をつけてってだけの話。それに助けてもらっておいて情けないとは思ってるもの。ああいう事態に対して君たちに頼るしかないっていう、その状況がもうね。でも不安を感じないかどうかは別問題なのよ。これが君たちは悪じゃない。島を征服するとか人を脅かすとかそういうことに力は使わない。当たり前じゃない。そんなことしたら帝国と一緒になっちゃうもん。でも仲間を助けるためならどんな無茶も無謀もやり遂げるでしょう。もしもの話、君たちが仲間を助けるために何か犠牲を伴うとしたら、その犠牲を払うのが僕や僕の家族だったりしたら。それは嫌だな。迷うことないじゃないの。君たちは君たちの大切なものを優先すればいい。逆の立場なら僕は君たちを見捨てる。力があれば自分で選ぶことができる。何を守って何を守らないか自分で納得して生きられる。相手に劣ればその逆、選ぶ機会すら与えられず悪意もなくただ奪われる。ほら、こう聞くと不安になるでしょ。別に珍しい話でも戦う力に限ったものでもないけどね。改めてありがとうね。レモ王国を代表して言わせてもらうよ。ガネーシャも復活したし、これでライヒエとレモ王国はしばらく大丈夫だと思うのよね。その間僕はベスティエ島で隔離用の相手でもしてくるよ。湧いてくる奴らをベスティエ島に押しとどめられれば多少は被害も減るだろうからね。確かにな。そういうことなら俺もそっちに同行。いいってそんなの。僕ね、これでも七王の騎士よ。君たちはね、休んでて。ガネーシャの相手も楽じゃなかったでしょ。選ぶとなればね、僕は自分の大事なものを選ぶけどさ、死にそうな顔をしてる子供を何度も何度も戦場に追い立てるほどひどいやつじゃないつもりよ。君には君の仕事がある。その時は必ず来る。だからそれまで休んでな。あららら、いいね、その大物っぷり。とにかく今はルリアたちよね。けどよ、今オイラたちにできることって何なんだ。今私たちにできることはルリアちゃんたちを信じて
次の戦いに備えることかしら。状況にわからないことが多い以上、何が起きても対応できるように備えることが大事だわ。まあ、紫の騎士が言ってたように、今は休ませてもらおうや。団長にも無理はさせられねえ。むやみに動いたって体力を消耗して自利品になるだけだ。お前さんもそれでいいな。隔離用がついに動いたか。こちら側からでは詳しい動きはわからなかったが、時間の問題だとは思っていた。面倒なものを残してくれたな、三日星よ。だから本当はこんなことになるはずなかったのに。しかし現状、手のつけようのない事態に陥っているようだが。それは、そうだけど。そんなことより、早くこの状況を何とかしないと。そんなことではない。隔離用は、空にとっても、星にとっても、危険なものだと理解していただろう。その不始末が引き起こした災禍を重く受け止めることだ。でだ。さっきも話したように空で仲間が待ってんだ。こっから元の空に戻る方法をあんたならなんか知ってたりしねえか。無論協力はやぶさかではないが。場所を変えよう。いつまた隔離用の住人が現れるかわからない。隔離用は少々特殊な場所だ。昼も夜もなく、食事や睡眠も必要ない。まるで時が止まっているようにな。しかし、だからといって無数に現れる隔離用の住人と永遠戦い続けていては精神が摩耗する。近くに少しばかり奴らの目につきにくい場所がある。ついてくるといい。空が隔離用から侵攻を受けてるっていうのもあるけど、私と一心同体の私の大切な人が空で待ってるんです。彼が今どうなっているのかわからないから、彼のためにも早く戻らないと。最初に言っておこう。隔離用とはお前たちも知っているように死後の世界とほぼ同義だ。厳密には違うものだが、空で同一視されるうちに概念が混ざり現実に影響するようになったらしい。
この辺りは私のような武人より研究所の連中の方が詳しいだろうが、ともあれこの隔離世は空と近くて遠い場所だ。しかし断絶は深い。つまりそれ、死者が生き返る方法があると思うかって言いたいわけね。死者か、私たちが。どうだろうか、今どういう問題に直面しているか理解できただろうか。ああ、くそ、無理難題ってな、よーく理解できたぜ。でもだからって諦められないです。私わかるんです。まだ彼とつながってるのが、まだつながりは温かくて、でもそれはどんどん弱くなってて、だから諦められないんです。きっと彼も頑張ってくれてるから。諦めろとは言わない。しかし容易だとは思うな。騎士よ、名は、そう、カタリナと言ったな。カタリナ。ああ、良い名だ。ん？カタリナよ。お前に、この聖少女アレスと、教えの採用に至る覚悟はあるか？待て、どういうことだ？今お前たちに必要なのは、ナルグランデ空域のクーズのかけらだ。かけらは互いに引き合い、完全な形に戻ろうとする。それは絶対だ。神ですら逆らえない。空で待つ仲間たちは、クルーガー島のクーズのかけらを持っていると言っていたな。ああ、イオがゼーンからもらったとか言ってたな。待って、じゃあアレス、あなたが？そうだ、私は闘争や戦勝を司る聖少女としてシュテルケ島と契約を結んでいた。三日星、お前の封印よりも随分後のことだ。星の民の軍属だった私は、白空戦争の戦火の中で命を落とすこととなった。星の民が命を？伝説では不死と聞いていたが、いや待て、そういえば。それからどれだけの時が流れたか、うつろな存在だった私は突如聖少女として目を覚ました。その男は自らのことをヘビと名乗っていたな。おそらく研究所のものだろうが、ヘビを名乗る星の民は私の魂、逸話、戦果を核とし聖少女を作り上げた。それが今ここにいる聖少女としての私だ。その後私はシュテルケ島に祀られ、島と契約を結んだのだ。ヘビ？誰それ？人が封印されてるのをいいことに好き勝手して。しかしそれで何だって教えの採用って話になるんだ？もしクーズのかけらを持ってるなら、
そのまま渡してくれると俺たちとしちゃ助かるんだがな。シュテルケ島のクーズのかけらはここにはない。クーズのかけらを具現化するには聖少獣としての権能を使う必要があるからだ。今この身は隔離世にあるが、シュテルケ島との契約自体は幸いにもまだ残っている。しかし聖少獣として従前の力を発揮できなければ、クーズのかけらは具現化できない。そこで教えの最王を使うというわけか。そうだ。裏を返せば、十分に力を使えれば、よりしろは別の存在でも構わないからな。あのエキドナさんは、エキドナさんは今この隔離世にいるはずです。先にエキドナさんを探して合流するっていうのは、それは確かにできるならそうしたいけど。容易ではないな。手がかりが少ない上、この隔離世はあまりに広すぎる。正確な大きさはわからないが、私はこの隔離をさまよう中で一度たりとも果てを見たことがない。そして何より、これは聖少女というより武人としての勘だが、お前たちの話を聞く限り、隔離世の住人は赤き竜と青の少女を狙った可能性が高い。聖少獣エキドナが奴らの手に落ち、利用されているのであれば、向こうからの接触もあるだろう。そんな。どちらにせよ、クーズのかけらはシュテルケ島のものも含め全てが必要になる。そしてアレス殿の言う通り、隔離世の住人がこちらを狙っているなら、戦力強化は願ってもないことだ。聖少獣との契約を結ぶ教えの最王、それには聖少獣と契約者の間に深い縁が不可欠だと聞いた。私とアレス殿は今ここで出会ったばかりだ。深い縁などありはしないだろう。それでも私はアレス殿と契約を結ぶことができるのか。それは不安に思う必要はない。私とお前には切っても切れない縁がある。それは私から説明せずとも、やがては自ら理解する。それよりも私が問うのはお前の覚悟だ。わかっているな。教えの採用に至るため仮の契約を結ぶことには負担が伴う。そして一度存在をつなげば、死して散るか至りて帰るかの二つに一つ。文字通り命を懸けてもらう。それでも構わないな。カタリナ。大丈夫だルリア、何も心配はいらない。
私は力が欲しい。強くならなければいけないんだ。大切なものをこれからも守り続けるために。だから私は必ず無事に帰る。命を落とすような試練だとしてもだ。それでいい。最初から命を投げ出そうとしていてはなるものもならない。では頼めるか、三日星。うん、そういう役回りなのはうすうす分かってたから大丈夫。カタリナ、私待ってるからね。ああ、必ず戻る。そして一緒に団長の待つ空へ帰ろう。ラカム、私が意識を失っている間、ルリアのことを頼めるな。おう、任しとけ。隔離用の奴らはルリアには指一本触れさせねえよ。じゃあ行くよ。頼んだからね。ここは？あ、よかった。本当にまだ生きて。ビーラ？いや、どこか違うような。お待ちください。そんなこと。君はなぜ泣いて。ダメだ、体が重い、腕が動かない、何もわからない。こんな記憶はないというのに。この気持ちは何なんだ。君の涙がこんなにも悲しい。しかしなぜだろう。その涙が私を思ってのものなら悪くないとも思えてしまう。はっ、せめてこの腕が動けば。君の涙を拭ってあげられたなら、私は君を。貴殿は今何をしようとしていた。何も。可愛らしい寝顔だと思ったまでだ。可愛らしいというか、貴殿はアレス殿か。ああ、こうして兜を外してみせるのは初めてだったか。ああ、私に顔が似ている。
しなぜ他人の空にか。意識ははっきりしているな。それではここがどこであるか教えてもらおう。私の記憶にはない場所だ。であれば必然君には見覚えのある場所だろう。ここはアルビオンのようだ。アルビオン？ファータグランデ区域にある城塞都市だ。私にとって思い出深い場所だ。だからこうして強く影響が出ているのかもしれない。そうか、アルビオンか。もしやキデンもこの島に何か関わりがあるのか？いや、そうではないが。うん。一つ気になっていたことがある。キデンはどうして私たちに協力を惜しまないんだ？キデンが口にしていたように、仮契約から教えの採用に至るのは命がけだ。しかし何もそれは契約者側だけに限った話ではない。今こうしていることは聖少獣であるキデンにとっても危険を伴うはずだ。危険など今さら。私にはもはや失うものは何もない。伝説を耳にしたことはあるだろう。空には不滅の存在である聖少獣を抹消することのできる男がいる。私は彼の手によって聖少獣としての形を失い消えるはずだった。それが何の因果か、私は消えることなく気づけば隔離をさまよっていたのだ。お前と教えの採用に至ろうというのは私にとってはリスクのない賭けだ。最悪の結果になったとしても、あの男に力を託した際に覚悟した通り、ただ消滅するだけだからな。賭けというからには、教えの採用に至ることができればキデンにもメリットがあるのか。無論だ。故に私は賭けた。私がお前をよりしろにすることができれば、私はお前に乗る形でお前と共に空へ戻ることができる。生きながら隔離世に落ちたお前たちと違い、私はこうでもしないと空には戻れないだろうからな。なるほど、キデにはそんな事情が。それに何より、こうして生まれた精神世界では内なる自分を覗き見ることができる。どうして私は消えることなく隔離世にとどまることになったのか、その意味を、理由を私は知りたい。もしかすると私の中にこそ手がかりがあるのかもしれないからな。私からも問わせてもらおう。お前はどうして己の命を賭してまで力を求める？私には自分の命と引き換えにしても守りたい相手がいる。しかし旅の中で私は思うようになった。私が弱いままでは命と引き換えにしても彼女を守れないことがあると。力がなければ
決死の覚悟すら意味のないものになる。残酷だが、おそらく事実だ。力がなければ、私の意志に関わらず、何も守れない。だから私は、力を欲しているんだ。私は、お前を否定するつもりはない。しかし、これだけは聞いておいてもらいたい。闇雲に力を求めては、その先に待っているのは破滅だけだ。力は、時として争いを呼ぶ。力そのものには、善も悪もないからだ。私が聖少獣として空にとどまることを放棄したのもそのためだ。私は力ゆえに守るべき世界から離れ消滅することを選んだ。私という力が自ら身を引くことが最も争いを生まない最適解だと判断したからだ。闇雲に力を求めた結果は、お前から青の少女を遠ざけることになるやもしれない。お前が青の少女の騎士であろうとするなら、力を求めるとは、そういうことだ。ヒデンは、それで、どうして空に戻ろうとしているの？その必要があると判断したからだ。平和な世にあっては、力を持つ騎士は、争いすら呼ぶ危険な存在に過ぎない。しかし、聞けば空は今、隔離世の信仰にあえぎ、無垢の民の命が失われようとしている。力が求められているのなら、私はその求めに応じるまでだ。私が完全に消えることなく、こうして隔離世にとどまっていたのも、そのためなのやもしれない。それで貴殿は、また平和な世が訪れたなら、自ら消えることを選ぶのか。そうだ。それが、弱きを守る騎士として、私に定められた道理だからな。そんな、貴殿はそれで構わないというのか。それが騎士だ。主の剣となり、盾となるもの。武器は使わない間しまっておくものだろ。なんだ？音のした方向から察するに、おそらくは闘技場からだな。人がいるなら都合がいい。問答はここまでだ。情報収集に移るとしよう。これは、一体。
あれはお前だな。これは一体何が行われている？この城塞都市アルビオンは優秀な騎士を輩出する士官学校でよく知られているんだ。そうか、シュバリエ。いや、そういうことだったのか。しかしおかしい。今行われているのは決勝のようだが、私が実際に決勝で戦った相手は、私があの時剣を交えたのはもらった。勝負あり！そこまで！お前が優勝したようだな。まだまだ若いが、悪くない立ち筋だった。違う、そうじゃない。私は領主決定戦で優勝などしていないんだ。ここは現実ではない。教えの採用に至るため仮契約によって作られた精神世界だ。願望や開墾、恐怖といった強い感情が反映される。つまりここでのお前の優勝は、お前が無意識のうちに望んでいたことなのかもしれない。そんな、ありえない。そんなはずは。これより領主補佐を務める理事長より授与式を執り行う。優勝者、前へ。そうだ、気を失っている間に私は彼女を見ている。ビーラにとてもよく似た彼女。ワル、彼女がお前の在学中理事長を務めていたのか？いや、私の在学中理事長は壮年の男性だったはずだ。というより私には彼女の顔に見覚えがないのだが。彼女は私のよく知る相手だ。とてもとてもよく知っている。この世界は混ざっている。私とお前の記憶、思いが混ざり合っている。彼女、アルが現れたことは私の記憶が影響しているのだろう。彼女は私の一番の重視だった。あらゆる戦場を共にかけ、様々な強敵を打ち倒していった。私はとある空の民を伴侶に選び、添い遂げると誓い、こう残した。家族が死を支えるなら、彼女は騎士としての私を支えた伴侶と言ってもいい。私が最も信頼し全てを預けた優秀な騎士、それが彼女だ。本当に大切な相手だったのだな。改めて口にすることに気恥ずかしさはあるが、否定はしない。しかし、なぜ彼女が理事長の役を務めているのか。もしかすると、そこに何かの手がかりがあるのかもしれないな。
お待ちしておりました、お二人とも。ある、いや、本人ではないか。私の記憶にある彼女の再現と捉えればよいだろうか。そうですね、そのようなものです。とはいえ、まるで君が本当に目の前にいるようだ。ある、許してくれ。私はあの時、うん、ああ、いや、違う。そうだ。そうだったな。これはただの記憶だ。そして我々には目的がある。その、先ほど君は待っていたと言っていたが。そうです。お待ちしておりました。仮契約を結ぶことで生まれる精神世界については、もういろいろとご存知ですよね。私こそがお二人がお探しのこの世界の核であり、私を倒せばお二人は晴れて元の世界に戻ることができます。倒すだと？君に刃を向けろと？その通りです、お姉様。私はお二人の精神で形作られたこの世界の総体、すなわちお二人が乗り越えるべきものの象徴、それが私です。お前を倒せばそれで終わるんだな。待ってくれ。しかし彼女は。迷う余地はない。彼女も言っているだろう、ここにいるのはあるじゃない。私のお前の中にある何かがあるの皮をかぶっているだけだ。それならば私は。しかし貴殿は先ほど。何の真似だ。すまない、私にもよくわからない。ただ何か、私には彼女を切ることはできない。たとえただ見た目が同じだけだとしてもだ。それでも私は教えの採用とは、契約者と聖少女が共に並び初めてなるもの。私は期限まで闘技場にてお待ちしています。どうかお二人とも後悔だけはなさいませんよ。ここはそのための場なのですから。どういうつもりだ。彼女は貴殿にとって大切な人なのだろう。それならお前は言ったな、力が欲しいと。力の担い手、騎士となるとき我々は兵器だ。必要なときに必要なだけその性能を発揮する。それはどんな情よりも
理によって己を制するからこそなせる技だ。断言しよう。今のお前ではどんな力を手に入れようと意味はない。今ようやくわかった。お前には力がないのではない、力を担うお前の覚悟が弱いのだ。だからお前は守れない。お前には何も守れない。そんな言葉、試してみるか。これも騎士の先達としての役目だ。お前に足りていないものをこの刃を通して骨の髄まで叩き込んでやろう。お前の覚悟を見せてみろ。ここからが勝負だ。見切った。力を担う覚悟だ。やはり立ち筋は悪くない。この士官学校ではよく学んでいたようだ。しかし私には届かない。もはや理由は言うまでもないだろう。ダメだ。それでも私は、城下町の宿だ。受付にも食堂にももはや人の姿はなかったが、貴殿が解放してくれたのか。そうだ。お前の体はもう限界を迎えつつある。そうか、ありがとう。礼を言っておかねばな。そんなものはいい。何せお前は私の、いや、とにかく当然のことをしたまでだ。あそこで私と剣を交え、お前に無理をさせたことは謝罪しよう。しかしすでにお前の体はもう限界が近づいている。教えの採用に至るための仮契約は契約者の体に大きな負担をかける。それは知っているだろう。もう一刻の猶予もない。早くこの精神世界を終わらせなければお前はじきに死に至る。私はもうこれ以上お前を危険な目には遭わせたくない。
私が一人で決着をつけてくる。ここで安静にしていることだ。どういうつもりだ。待ってくれ。私は戦いの中で己の力不足ゆえに大切なものを守りきれないことが何度もあった。だからこそ、もうそんな失態はしまいと心に決め、この試練に挑んだのだ。だからこそ、ここで貴殿にこれ以上失わせるわけにはいかない。私が何を失うと？心だ。貴殿は彼女のことをあんなにも愛おしそうに話していた。彼女は私の一番の重視だった。あらゆる戦場を共にかけ、様々な強敵を打ち倒していった。私はとある空の民を伴侶に選び、添い遂げると誓い、こう残した。家族が死を支えるなら、彼女は騎士としての私を支えた伴侶と言ってもいい。私が最も信頼し、すべてを預けた優秀な騎士、それが彼女だ。だから貴殿に彼女を撃たせるわけにはいかない。言ったはずだ。あれは同じ見た目をしていてもあの子ではないと。何より騎士として生きると決めた時、己の心などとうの昔に捨ててある。待て、貴殿は。違う。貴殿には、まだ。